2015年11月22日今回は薄木バサミの使い方シリーズで均等に髪の毛を減らす方法を紹介していきます。これは以前ずいぶん前の動画で説明したことがあるんですけど、それにプラスアルファをして紹介していきます。まず通常髪の毛を減らすとき、大体がこういうふうに縦に取ったら、そのまま重たいところを見て、こういうふうに根元付近とか中間とかにこういうふうに入れていくと思うんですけど、そうするとこの均等に、例えば縦に薄いところ厚いところ、薄いところ厚いところあったとしても、こうやって入れてしまうと薄いところも厚いところも髪の毛が透けてしまいます。なのでそれを防いで、余分なすきバサミによる短い髪の毛を作った時のバサバサ感をなくす方法で、これに縦に取ったら厚みを見ます。で、毛先は細くてこういうところが重たいんですけど、そこを見て縦にハサミを入れます。この時引き出しはオンベースで、重たいところ、こうやって重たいところを見て取ります。そうすることで均等に髪の毛をすいていきます。こういう感じで、そうすることで均等な隙間ができて、例えばアイロンなんかで巻いた時なんかに束が均一になってくれます。こういう厚いところを見たら、そこを中心に減らして、薄いところはもう取らないようにする。で、厚み薄さを根元から毛先まで均等にして、余分な厚みを取りすぎないように減らしていく方法です。では次に、このトップの部分だと同じようにオンベースで入れてしまうと、例えばこういう根元が重いとしてオンベースでこうやって入れると、降りた時に短い髪の毛がこの辺りにできる可能性があるので、このトップ付近では厚みを均一にするために、まずは1回オンベースで引き出すんですけど、この時に指をこういう風に頭の形に合わせて、こういうふうに合わせて、頭の形に合わせて、そこからそのまんまのテンションを加えたままでこういうふうに引き出します。そうすると通常のここで引き出した時のこの厚みっていうのが分散して、ここからの自然な流れでここで切ることができます。で、ここからの根元付近に重たいところがあった場合は、その辺をすいていきます。そうするとちょっとダウンステムで切ってるので、そこまでこう短いのが飛び出てくるようなすき方は防げます。で、通常の普通にこういうふうにオンベースで溶かしてからの、こうやってここまで持ってきて重たいところを見る。大体この時この辺りは結構重くなりやすくて、通常のこういうすき方とかストロークとかそういうすき方でもこの部分って結構取りにくいんですけど、これをしてあげると割とここのたまり、この部分のたまりを落とすことができて、ボリューム感を減らすことができます。ぜひよかったらやってみてください。はい、で今回はちょっと雑談になるんですけど、こうネット上とかでこうシザーだけで髪の毛を減らすすきバサミを使う、すきバサミを使ってるとこう下手くそとか、シザースだけで
削いでもらった方がまとまりやすいとかですね、いろんなことが書かれています。僕も以前はシザースだけでずっと何年も削いていたことがあるんですけど、現在ではシザースだけでもセニングを多用することも多いです。それは髪の量などもあるし、髪のダメージでも人それぞれで、それに合わせて柔軟にいろんなパターンで髪の減らし方一つに対してもいろんな引き出しを持っていると可能性が随分と広がってきます。なのでぜひ皆さんにも柔軟な美容師になってほしいかなと思います。今回は以上でした。